第106回全国高校野球選手権大会最終日、決勝京都国際に、1関東第1延長10回タイブレーク、23日甲子園。京都国際、京都が関東第1、東東京、2決勝戦では史上初の延長タイブレークの末に破り、春夏通じて初の甲子園優勝を飾った。無視1二塁で始まる延長タイブレーク。 京都国際は0対0で迎えた延長10回、エース左腕、中崎瑠三3年の代打、西村和樹、2年が左安打で虫満瑠から1番、金本優吾、3年が押し出し支給をもぎ取り1点を先制。さらに二谷聖也、3年がライトへ2匹を放ち1点を加えた。エース中崎が9回まで4安打無失点、10回は2番手。 西村が無視満塁のピンチを招き内野ゴロマに1点を失うも後続を抑えた京都勢では1956年平安龍谷大平安以来68年ぶりの5度目の全国制覇となった京都勢の決勝進出は2005年京都外大西以来19年ぶり東京勢と京都勢の決勝での対戦は春夏を通じて初めてだった 京都国際は2年ぶり3回目、関東第一は5年ぶり9回目の夏の甲子園出場。京都国際は準決勝では今春選抜で3対4でさよなら負けした青森山田。青森に2点を追う6回1し満塁の後期から5番。長谷川颯2年がライトへ同点のタイムリー。続く6番、服部相馬、3年の東五郎間に1点を勝ち越した。 先発の背番号1、左腕、中崎瑠璃。3年は初回に2失点のみで4回まで投げ、5回からは2番手の背番号11、左腕、西村和樹。2年が9回まで無失点で投げ切り、甲子園で23回無失点を継続していた。京都国際は先行、関東第一の背番号10、先発左腕、畑中鉄心。 3年、に対して1、2回の攻撃は共に三者凡退に終わる。京都国際の先発は中崎。甲子園では試合前まで3試合に先発し22回を投げ防御率2.05だった。中崎は1回、すべて内野ゴロで三者凡退に抑え2回も走者を出さず3人で退ける。京都国際は3回の攻撃で西から中崎が中安打1番、金本優吾、3年。 もう中安打で一・二塁とするも二番、三谷誠也、三年、は夕頃で先制できず。四回の攻撃で一市から四番、藤本陽剛、三年、が四球で出塁も保守の牽制に刺され後期を作れなかった。中崎は四回一市から初めての走者となるヒットを許すも四番、高橋鉄平、三年、を空振り三振に取る。 京都国際は5回の攻撃で1市から7番、奥井総大3年、ガサ中間に2ベース、西後に中崎が誘打ち安打で1、3塁とするも金本は夕頃に倒れた。中崎は5回2市から2内安打をセカンド三谷の降一も内外野で高連携で二塁で走者を封殺する。10分間のクリーリングタイム明け6回、先頭、三谷が誘打ち安打、3番、沢田春人、 三年のバントが打ち安打となり虫一二塁に。四番、藤本の犠打で一死に、三塁とするが五番。長谷川は浅い中飛。六番、高岸栄太郎。三年は空振り三振に倒れる。中崎は六回西から一番、飛び田優吾。三年、に三内安打に二刀を決められ西二塁も二番、成井里志。三年、と東五郎に打ち取った。 関東第一は7回からエース右腕で、坂井亮3年、で当番、京都国際は三者凡退に倒れた。中崎は7回一氏から4番、高橋に四球を出し西二塁も得点圏となるも後続を抑える。だが8回の京都国際打線は3人で終わる。中崎は8回一氏からヒットを許し西二塁も1番、飛騨の強烈な未濃を清水渋と2年、 がしっかり取っていた。9回、京都国際は4番、藤本洋津3年、が中安打、大代打、長谷川颯、2年、乃木田で一死二塁西後に7番、奥井総大、3年、が死休で西一、3塁から8番、清水渋と、2年、は3頃に倒れた。